まあ面白かった、ね、面白かったですね、うん、素晴らしい。あの登場人物の心情をすごいこう緻密に描いてて、すごいですね。もう片岡玲子さんが最高最高もうキャラクターでもみんな素晴らしいんですけどね。演技素晴らしい、うん、もう本当針の穴に糸を通すような演技ばっかりで、その演技を大切にする演出と、その演技を大切にするカメラワークと、うん、そう、うん、すごい演技同士がぶつかってるのを長回しでワンカットで撮るみたいな、うん、本当にね、すごい演技に泣いちゃうっていう、ね、うん、そう演技に泣ける、素晴らしすぎて、うんうん、だからお芝居ってなんかこう極めるとその芸術で、それを見てるだけでなんか涙腺緩むっていうのがね、まあ今回、うん、最初に2回ほどありました。そうですね、片岡さんが田辺さんにお願いするシーンね。いいですね。結構泣ける、うん、抱きしめて、うん、あれは良かった。すみさん最高です。すみさんも最高でしたね。出てくるたびに最高。そう。だからある意味さ、悪役のいない映画で唯一それをつぐみさんが、うん、になってるわけ。うん。あれだってつぐみさんの、まあ、あの子にはあの子の正義があってね。そう。で結構想像するとあの子の心情もいたたまれないというか。うん、確かにね。あの子側に立って考えると、いや本当にまだ。うん。ね、橋口監督3本目の時ですからね、2001年、18年前ね。まあほんと超ネタバレだけど、あれ子供をまあね、全然あの知らない人と一緒に作ろうっていうところから、最終的にはさ、その芸の2人とものじゃあ子供と兄弟にしようねっていう終わり方がちょっとハッピーエンドにも見えたから。ああそうですね、うん、あの3人のこうねグループ感がうん、すごく微笑ましい。微笑ましい。どんどん家族になっていく。そう。うん。秋野さんすごい。すごいね。すごいですね。すごい。うん、姉御肌というか男前というか。うん、キャスト7人揃った見せ場のシーンで。そうリビングで。リビングワンカット。7時間かけて撮ったシーンが。現像の失敗で。撮り直し。もう男前の秋野さんがね。秋野さんが言ったセリフが。3倍いい芝居しますから。うわ言えない、うん、まあ、あのシーンに限った話じゃないですけど、本当に素晴らしいシーンで、うん、あそこもでもそういうクライマックス的な見せ場なんだけど、こう藤井真奈美さんがね、こうあ、お母さんね、そう、お母さん、うん、高橋和也のお母さんとかね、うん、いい感じにこう外していくじゃないですか、うん、ハイライトで、そうだからつい笑っちゃうのと、うん、すごいこうシリアスでこうね、ぐっと胸をえぐられるのが、うん、全部こうワンカットの中に入っちゃってるんですよね。入っちゃってるね。で、あの娘役もさ、ほんとすごいお姉さんの言うこと分かるって、そう俺が当時見た時がもう完全にその心境だったから、お姉さんの言うこと分かるっていう、はいはいはい、お会当時まあ20代半ばか、20代ですね、ね、だから SNS も何にもない時代で、まあそれぞれ一人暮らしでしょ、うん、この片岡玲子さんのセリフに共感できるというか、うん、誰かと一緒にご飯食べたり、その明日も笑っていられたり手繋いでいたいなとかっていうのが本当ね、うん、もうビビッドに、そうね、東京に知り合いもいなくて、ね、そう生きていけんのかな東京で、そう綾瀬の風呂なしアパートでさ寂しすぎて寝てる時に幽霊でもいいから友達になりたいと思って、うん、なんだろう、最初のほら抱きしめてのシーンは何が良かったのか分かんないけど、すごい片岡玲子さんの芝居に見入っちゃったんだよ、うん、だってつぐみさんからしたらあの敵にも見える、ね、まあそうですね、私の好きな人を取らないでっていう、本当に演技はすごいんだけど、うん、じゃあこれがこうこうこういうわけですごいんですよっていうのは的確でもないのは言えない、ね、そうですね、ただ、うん、ここにはこれしかないっていうのが積み重なってるんですよ、あのコメディシーンにしてもシリアスなシーンにしてもここにはもうこれしかないんですっていうのはこう本当に積み重なってって、うん、全部が輝いて見えるっていう、ね、うん、確かに、だからどういうふうにあれリハーサルを相当やってんのかな、その役者陣の芝居のレベルが、ね、うん、どのくらい繰り返されたものなのか、うん、相当すごい、相当いろんなことやってると思います。やってそうだね。
あれ、グルリンでそのリハーサルがすごかったみたいなことを。本当に役者陣はさらりとやってるけど、本当に大変だと思う。大変だ。このお芝居さすが、村上さんはその辺はよくわかるんですね。最近の流行り、もう本当、今現代の話をすると、最近の流行りは大げさにやるのが面白いとか、もうお芝居やってますよみたいな感じが受け入れられがちだけど、コーヒーデスマンなの小手さんみたいな。もう、あの、誰がどうとは言わない。はい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 。滝藤さんのどうとか言わないから。はい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 。佐藤二朗さんのどうとかは言わない。まあ出てたもんね、佐藤二朗さん。佐藤二朗さん出てましたし。変わらずの今、変わらずの大きいお芝居、大きいお芝居が、あの、良しとされて受けるっていう、受けの流れになってる中、やっぱり、こういうね、あの繊細、そう繊細でリアルと、うん、そうじゃないところのスレスレを歩いてるような映画って、やっぱり時間を超えてやっぱり伝わるものだなっていうのを改めて分かったなっていう、うん、そうだね、浮き上がってくるもの、何かどれがどう、これがこうって提示されるものじゃなくて、それぞれの思いに浮き上がってくるものがあるっていう、うんうん、不思議ですよね。なんかキャラクターごとのその心の奥みたいなのがじわっと出るのってあれ何なんでしょうね。だからそのシーン、うんうん、そのシーンが何の説明もしてないけど、その人たちのもうリアルな日常の会話みたいな、作ってる感じがあまりないというか。であと、まあ、ゲイの人ってやっぱりその、オブラートに包んでるようで確信をつくズバっていう、そういうセリフ結構多かったですね。もうズバズバものに、まあまあ、あのゲイではないであろう、医者の岩松さん役の僕が言ってたよね。あれはあれで、まあ、医者としての立場があって、で半分加藤から以降に呆れてるのもあってとか、素敵な背景が役でしたね。いいですね。あのセリフで俺初めてやりだこって知ったよ。そんな症状あるんだ。やりだこってやっぱ言う時は言わないとこの人は改善しないだろうなみたいな。監督から見たら、その、まあ、高橋和也さんもそうだけど、その、バーの、あの、芸人仲間いたりの芝居はどういう風に見てるのかなって。これどうなんでしょうね。役者さんが芸ってこういうもんでしょと思って、そのやってる芝居なのか。そこをちょっと嫌いそう。嫌いそう、嫌いそう。そうですね。ちょっと過剰な感じしましたね。わかりやすくこうカリカチュアライズされた芸表現というか。そうだね。でもちょっと見えるという。もう山中壮さんは誰の方だっけ。あ、山中壮さんだね。結構、バーッとやってましたけど、やってたね。すごいパワフルにやってましたね。山中壮さんはあんだけやってんのに、片岡さんはすごい全体のままフラットな落ち着いた感じなのに、ものすごいうまいから実存感でね。結構この映画、そのキャラクターが複数出てきた時に全然違うトーンでお互いが行くみたいなシーンが多くて、なんかこうセリフの返しとかリアクションが一個一個こうその度にちょっとこうふっと空気が変わるというか、音階でいうあのドレミファソラシドが全部揃ってるみたいな、揃ってみたい和音が鳴ってるみたいな感じありますよね。だって斉藤洋介さんとかもさ、ヘッドショップで、あの人もコメディーリリーフでした。なんだっけ、絶倫クッキーだ。絶倫クッキーを作ってるでしょ。絶倫クッキーを、そう、臭い臭いって言ってね、女の店員が嫌って。で、深浦さんもね、すごいインパクト残す。ありましたね。ドルチャンドガッパンの親子で生きて。なんであの子供があんなに色黒いんだろう。そうそうそう。で、いい具合のブサイクっていうね。ちょっとむくれた顔が最高でしたね。犬とツーショットになったりして。面白かったなぁ。いいですね。そば屋の店員さんがね、加瀬亮。まあ美術もなんかね、そう美術も、ね、そうリアルと、そうリアルなところは芝居とリアルだし、リアルとそうじゃないところも、そうそんなに手加えてないようなロケーションも多いですね。実際こう荷物詰め詰めのところに住んでんだろうなみたいなことをイメージさせるし。男2人の部屋はさ、すごいなんか撮り方もあるけど綺麗に、綺麗に性格ができる感。このおしゃれのセンスは高橋和也さんの方なんだろうなっていう。そうです、わかるわかる。透明のさ、あのポストカード入れるようなやつとか、あのちょっと水色のこうジャラジャラしたね、あのドアのね、ボタンにつけるやつとか。当時流行った。2001年の頃、あのまだあの犬に着物
性の人ってさ、犬に犬に犬人がそうあんまいなかったけど、っていう僕は確かにイメージなんですね。あのその頃にようやく出てきて、うん、ちょっと何これっていうのがさ、着せるのそう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 びっくりっていう、今も当たり前になってるから、そうですね、その新鮮さがちょっと薄れてたけど、うん、当時はそうで爆笑したもん。俺全然分からなかった。そう、なるほどね。うん、そうあれね、服着せたりするの、そんな人周りにいなかったですよね。しかもさ、つぐみさんの方は全然知らずに話聞いてるから、何のことか分かんないっていう、その、うん、そうですね、面白さも出たしね。あ、なるほどね。うん、今でこそ LGBTまあそうですね、LGBT が時代性はね、背景にあるというのは、うん、が、まあもう社会的にもまあ認められてね、来た中で、そうですよね、監督はね、うんうん、一本目から、ね、本物だからね、うんうん、二十歳の微熱、二十歳の微熱、袴田さん、袴田さん、遠藤美恵美さん、渚さんのシンドバッドは、うん、浜崎あゆみさんですから。ああ、そうかね、すっごいうまかったの、当時。ああ、こんなうまい人いるんだと思って、当時渚さんのバッドが輝いてた時だ。未成年でしたっけ。未成年かな、うん、なんかガチマ真珠物で、うんうんうん、3作目で、あれ芝居もすっごいうまいなって、ちょっと渚のシンドバッドのところ、うん、ほんと一人群を抜いてうまいなと思って、キャラクターのせいなのかどうかわかんないけど、うん、でも渚のシンドバッドは素晴らしい映画です、うん、隠してるけど、うん、浜崎さんの役演じてる女の子だけ見抜いて、あ、そうそう、だ今回もさ、あの片岡さんが、うん、その一瞬で見抜く、うん、そうなんですよね、蕎麦屋のあの、うん、ちょっとした会話を盗みで言って、うんうん、ああいう微妙なところってやっぱ監督独自のものが出せないものだろうなと思う、うん、で単に LGBT がどうっていうのを突き抜けて新しい家族の形とか、うん、やっぱこの深さがちょっと、ね、あ、そう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 、他にないというか、役者も信頼してるし、現場も信頼してるし、うん、何より見てるお客さんを信頼してるから、ここを外しても絶対分かってくれるだろうっていうのが、やっぱり映画を見る、そうだ、ね、作る方と見る方の信頼関係がある。横浜映画祭でこれ見たから、そのお客さんもさ、もう映画の目に超えてる人で、なんか面白さをすっごい、その、あの上映中にみんなが共有してた気がする。もう見ながらいいよいいよっていうのがムードとして出てました、うん、普通にまあ笑うところで笑ってたし、これ映画館で見た時空いてたからなあんまり周りの反応もない役者さんとしても大活躍しつつ、うん、絵のセンスで画伯画伯だった。画伯ですね。見に行く当時は、うん、田辺誠一さんがゲイの役で、うん、橋口監督で、うん、どこまでやりきれるんだろうかっていうのを、なるほど、うん、どの立場から言ってんだって話だけど、やっぱりちょっと不安になるみたいな。お客さんとして見に行くときにどういう仕上がりになってるんだっていうのは、うん、高橋和也さんに関してはね、うん、もう当時からもう大好きだったから、神風タクシーとか、うん、ああ良かったですね。原田監督とか神風タクシーとか見てるからもう、うん、高橋さんに関しては期待して見に行く、うんうんうん、片岡さんに関しても期待して見に行く、うんうんうん、果たして田辺さんどういう風に仕上がってるんだろうとか、そういうのもあってやっぱすごいいい位置で仕上げてきてるっていうのは、うんうん、そうだね、塩梅の演技でしたね、うん、やっぱ田辺さんしかできない、うん、だから優柔不断、すごい優柔不断やるでしょ、うん、だからそれも見てる人が絶対そういう人もいるし、田辺さんに感情移入する人もいるし、うん、っていうのも、うん、鶴見さんもそりゃ好きになるわなって、うん、スッと納得できる、うんうん、そうですね、うんうん、だからあんだけこうズブズブの関係になっていくわけで、そう、うん、登場人物がみんな立ってるから、うん、でね、あのそれぞれの音階奏でてるから、うん、見てる人も誰かに感情移入する、そうですね、うん、映画な気がして、もうどっちの立場も分かるときにこうやっぱ胸えぐられるじゃないですか、うん、これぐらいでいいですか、はい、まあ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 、うん、いや、素晴らしい素晴らしい、うん。